今日名古屋の街で聞きました。ネギとかでもすごい高いのでちょっと買うのやめようかなとか、トウモロコシとかでも去年は100円ぐらいとかで買えたのが今ちょっと倍ぐらいとかするので今年は1回も買ってない。乳製品とかも、まあ、一時期バターがなんか500円くらいっていう時もあって、お米がやっぱり以前に比べてやっぱ高いなとは思いますけど、1000円ぐらいはなんか高くなったような気はしますね。ほうれん草とか小松菜とかチンゲン菜とかそういうのはちょっと高くなったかな、値段も下がりにくいなとは思ってます。もう何もかもが高いという悲鳴が街から聞こえてきました。そこで、いらっしゃいませ、どうぞ。今日名古屋市のスーパーで生鮮食品の値段を調査。今年はやはり長引く暑さ、それから台風、それから為替、大きくこの3つの影響を受けているので結果値段が高騰しているといった状況になっています。特に野菜に色濃く影響が、特に今顕著なのがこのサラダ系、ブロッコリーとかレタス、サニーレタス、ブロッコリーとかもう最後夕方のタイムサービスって言って100円とかでやってたのが今もう3倍の値段。レタス一玉通常100円が現在199円、サニーレタスは159円が258円に。その背景は、夏の暑さの影響と、やっぱ台風によって土壌が結構濡れちゃってとか、それで産地で廃棄される野菜の量が増えてしまって、今需要と供給が全く合ってないので結構上がっちゃってますね。さらに台風関連の大雨で物流が滞り、鮮度が落ちた野菜も、なんかこんな感じです、もう来た段階でちょっと溶けてるみたいな。箱を開けて来た瞬間からもうかびてる。台風によってまず揺れることによってナス同士が擦れちゃうんですよ。でもう製品として完成してできないとか、あとやっぱ水を吸いすぎて、台風 で水吸いすぎてベチャベチャになって、でナスは通常よりも60円ほど高いといいます。しかし知りたいのはお得情報なんですが、もう今後は多分キャベツと玉ねぎ、じゃがいもあたりがかなり相場が下がってくるんじゃないのかなっていう。八尾線の瀬川さんによると、キャベツは現在通常よりも30円ほど安くなっています。さらに玉ねぎやじゃがいもの入荷も安定、これから安くできそうという見立てです。代わってお肉は、最近ちょっと仕入れの価格の方がだいぶ上がってきてまして、だいたい1割2割ぐらいの増しで相場上がってしまいまして、やっぱり円安が原因で。扱うのは主に国産の精肉。これまで円安の影響を受けた輸入肉の値上がりで、国産肉の価格も高騰したまま。今までこう国産がこの値段で輸入がこの値段っていうところがあったのが、こうだんだん輸入が上がってきたらここの差が縮まってきちゃって、それに伴ってじゃあ国産もということで値上がりが今どんどん進んでいってしまってます。宗近さんは仕入れ価格が高くなっても売り値は変えずに販売。加工する量をこうちょっと抑えて値引きなしでもちょうど売り切れる量に合わせて持っていくっていう努力を今やってます。ロスが出ないようにして値段を据え置く工夫です。そして気になるのは米。こちらでは棚から消えた状態です。柳原店長は、本当にすぐなくなりますね、入荷して2時間ぐらいで。この状態が1ヶ月ほど続いているといいます。今の状態はもうしばらくで解消されると思うと話しますが、新米が潤沢に入ってくる日を心待ちに。また価格の優等生卵についてはずっと値上げせずに頑張っている八尾線川原通り店。しかしこの先の懸念が、
暑さがやっぱ長かったんで、鳥が夏バテしてその卵の出が悪いですとか、もう先々に関してはやっぱり上がる可能性はあるのかなというふうには思います。